うん、アンさんここが独特なのよ、そうそうそう、うん、なんで殺す必要があんねん通りかかったから、うん、ファンキーだから、誰ファンキーだからって注釈つけてくれたなんで殺す必要があんねん、おい、なんでもう一回言うねんトシちゃんが死んでんねん、あ、死んでたんかちょっと自意識過剰なんちゃう、いや、恥ずかしい、やめてなんで殺す必要があんねんといえば自分やと思ってんちゃう、いやいやいや、ちょっと、うん、どうしようかな、ファンキーさん、はい、ファンキーさん、なんで殺す必要があったまた、お前また言うやん、まあ、ちょっとなんで殺す必要あったの、なんで2回言った、あ、ファンキーのやつやん、ファンキーの注釈した、俺も殺されてるからです、なんや、いや、無事が殺されとったってことなんで殺される必要があるん泥棒じゃねえかお前おい、なんで殺される必要があるんですか、なんで3回言ったなんで殺される必要があったなんで4回言うのあ、言うねや、あれやっぱ言うねや、面白いわ、数重ねたらおもんなくなるなそろそろ透かしてほしかった、ほんまやどんどん言い方上手くなってくるのもやったしルール説明、このゲームは宇宙を舞台にした人狼ゲームアマングアス、プレイヤーは詐欺師インポスターと船員クルーメイトに分かれる、クルーメイトの勝利条件、会議を行い多数決でインポスターを全員追放する、会議時間以外は通話をつなぎません、それぞれランダムに与えられたタスクと呼ばれるミッションを全員が全てクリアする、なおこれはキルされた後も霊体となってタスクを行う必要があります、インポスターの勝利条件、インポスターとクルーメイトの数を同じにする、そしてインポスターにできること、クルーメイトをキルできます、そしてベントと呼ばれる通路を自由に移動できる、しかしこれはインポスターにしかできないので見られたらバレバレです、さらにサボタージュと呼ばれる妨害工作を行うことができます、これによってクルーメイトのタスクミッションの邪魔をすることができる、それ以外のルールは動画内で補足していきます、果たして勝つのはクルーメイトかインポスターか、はい、クルーメイトでございます、マップ変わりました、ポーラスでございますね、上なんもないから行っちゃおうと、アンダーバーンさんはね、このマップが初プレイということで、で先にさっきみんなでね、トアポン教官の指導のもと、ポーラスツアーをしてきまして、まあそれも楽しかったんですけれども、停電直したってくれたのはいっぱいいる、お先いる、怖いな、ここめっちゃ怖いな、うちゃうちゃ嫌がる、で、オーツあるな、下行こう、4人もいりゃ大丈夫でしょ、5人だ、誰も死んでない、 OK、これやっちゃおう、直すやつね、線に合わせて、ここ一気にできそうだな、でさらにそこにもあるな、これは2本作るんだよね、やべえ、怖え、こうしてからもう一回か、殺されないってことは湯気っぽではなさそうだ、そしてトワポンも違う気がするような気がするような気がする、え、嘘、え、湯気っぽだ、あ、たたらちょうだ、わーぞ、え、どこで、どこ、左下のなんか音とかごちゃごちゃあるところのドアの下、下で、ドアの下、外ってるの、ドアの下、うん、外の下、外、うん、うん、俺とイケポは絶対違うわ、え、ドアの下って外じゃないよね、建物の中ってことね、いや、外、ああ外、うん、あ外か、じゃあ分かる、左かな、結構左みたいな、ああじゃあ全然分からない、うん、俺とイケポはオーツーで停電中も一緒にいたから見てる、で、ボイラーの部屋にはトアポンがいたと、そうね、俺停電中もずっとひたすら回してた、うんうんうん、あ、それは俺もそうだね、フルコンさんトアコさんがいたのは見たね、うん、うん、で、うん、その後の停電直したのはヒラ君とトシゾウで、うん、で、そのエレクトリカルからボイラーの通路のとこでアンちゃんが、はい、うん、いた、うん、いた、うん、はい、だからその O2 のドアの下やったらアンちゃんかなと思ったけど、外やったら外やね、確かに O2 で停電の間にちょろっと行ってプッてやる
ことができるから、その辺にいた人全員結構できちゃうよ、まあ。確かに、ね、確かに、ね。僕、ストレージとエレクトリカルを行き来しましたね。停電2回起きたんで。ストレージで給油してました。はいはい。あの、ストレージに入っていくヒラッチは俺は見てます。うん、あと、そうですね、ピラノさんがストレージの上を通っていくのを、ファンキー君と一緒に通っていくのを見ましたね。はい。うん、多分ラボの方に行ったのかなって、結構最初の方です。1回目の停電あたり。で、うん、私停電中とかこれ孤立しちゃってるんで、ちょっと怪しいムーブと思われても仕方ないんですが、うん、絶対的にずっと右にいて最終位置スペシメンルームなので、うん、このスペシメンルーム元室か、そう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 、でタスクをやりに行ってたので、まあ、完全に浮いてるもんな、全く関与はできないっていうことは言えます、うん、まあ誰も見てないでしょ、でもそれを見てない、誰とも会ってないと思う、うん、多分その、えらい距離やね、そうそうそう、ラボに入る手前のところまでヒラが多分僕の背中を見てて、うん、あれ、うん、O2 でずっと一緒にいたって言ってたんだね、俺、湯気です、うん、俺も確かに湯気と湯気はかなり難しい感じ、いやでもね、いやでも、そうやね、うん、俺 O2 ずっとボンベ入れとって、富士は先に消えたからちょっとわからんけど、パワーポンでいたけど、一瞬ピッてやって殺すことはできるな、まあ、そう、俺は全然できるかな、だから言えない、なるほど、単純左側、まあ、でもちょっと一旦スキップ、うん、はい、ちょっと、なるほど、ようわからん、わかる、いやー誰、はい、ミュートにしました、誰って言って出てくるわけないんだけどね、ここにあるからやっちゃおうと、停電かー、カードスラッシュ、うん、スラッシュ、オッケー、死んでない、死んでない、湯気ポは信用しようか、いやでもあそこの場面じゃさすがに中じゃやんないよね、ちょっと孤立しちゃうけどタスクやろっかな、パチ、そしてこっちもあるな、はい、お星様探しして、これどれだどれだ、これか、オッケー、でスペシメンルームにはない、オッケー、ラッキー、もうすぐ終わらせちゃおっか、タスクすぐ終わらせて誰か同行しますよーって、それ結構クルーにとってさやっぱり助かるじゃん、そうしてあげよっかな、はい、でリアクター来たからやるわ、殺さないでね、大丈夫、早い、仕事が早い、お、あとウェポン1個じゃん、これ終わらせたら俺かっこよくね、もうタスク終わりましたけどみたいな、すっごいかっこいいってなるよね、みんなね、惚れるよね、抱いてってなるはずだから、あーダウンロードしたからこれアップロードか、まだ終わらない、そろそろ誰か死んでんな、だけどタスク終わらせて、タスク終わらせて、タスク終わらせて、うわかっこいいって言われて、やめろ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 よ、やめろよお前、やめろよ、ちょっと怖いぞお前、ええ、中で嘘、まあまだ一人か、よかった、中にいたの、フルコンさんの死体がコミュニケーションの中にありました、はい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 、俺も一緒に入ろうとしてた今、うん、富士が入ろうとしてたね、うん、なるほど、俺多分そのフルコンさんの生きてる時はコミュニケーションであった、とりあえず停電が終わった時点では誰も死んでなかった、心電図見てました、なるほど、はい、そうなんだ、ね、さっきリアクター直して、うん、でそのままの流れで僕オフィスにタスクあったんでバイタル見たらフルコンさん死んでて、うん、でアドミン確認したらコミュニケーションとウェポンに一つずつあったので、ウェポン先に見て誰もいなくて上に上がったら藤がコミュニケーション開けてたのでそのまま入ったらあったって感じです、コミュニケーションの中、あ、中、中ですね、うん、私コミュニケーションにあるタスク1個終わらせたらもう全部終わりです、早いな、だから誰か多い人付き添いますよっていう、タスクマスター、タイミングがまず分からへんのか、うん、リアクター前、ゆげぽがバイタル見て生きてたって、俺はリアクター前、あー、じゃあそれ前後に、俺リアクター終わってまっすぐ見に行った時に死んでたから、うん、ん？リアクター終わってまっすぐ見に行ったら、だな、フルコンさんバイタルでフルコンさんが死んで、はいはい、死んでの確認した、バイタル？バイタル、そう、心電図、あ、バイタルを見たってことか、あ、そう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 、コミュニケーションに出てる、あ、そういうこと、リアクター前に殺人が起きたっていうことよね、リアクター直すとき左側にファンキー君と僕で行きましたね、いや、左側、行ってた、え、左側、うん、
ファンク右にいたじゃん一緒に。あ右右右。あ右。左右もなってるヒラ。右右右右右。ごめん釣られた右。ラヒ。あ俺に入ってる。え俺ラヒ見てないけど。俺も完全に説明できて僕左の方行ったよ。右で。ヒラは左におった。え俺と俺ちゃうかな。ユゲポもいた。じゃあおかしくね。どういうこと？おかしいぞおかしいぞ。ん？ファン君？ん？左にいた？でファン君が？ファン君は右一緒にいたじゃん。リアクター。だってこれ終わらせるわ。でから、誰か一緒についててあげるか。ん？どういうこと？今のは。ん？ファン君は口裏を合わせようとして左右も鳴ってるみたいなこと言ったってこと？ってことは何？二人がコンビってこと？待って、ファン君ちょっと怖いなぁ。え？オッケー、ついたね。で、俺はこれで全部終わらせたから。わぁ、すごい、かっこいい、富士山かっこいいってなるから、誰か、行くんであれば、ついていきますよ、と。でもこういうのってさ、先にさ、誰と一緒に行きますって宣言しないと意味がない行動だよね。どうしよう。ちょっとヒラも怖いな、今は。おっと！だけど、タスクめっちゃ進んでる。ああ。いやー、俺結構さっきから孤立してたから、これ怪しまれんの嫌やねんけど。確実にやってるな。庶民やな。どこで？バイタル前。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 バイタル前？じゃあラスの、まあ、さっきのバイタルと右側の扉の中間ぐらい。じゃあスタートラス残り殺しってことじゃないの？おお。スタートに、スタートして。あんちゃんの姿確かに見てないな。ああ、そういうこと？うん、僕は散って始まってから歳三はヒラ君と一緒にウェポン行って、で停電直しに行って、うん、でまあ直したのは他の人らやったけど、で、でその後ヒラ君にそのままついていきたかったけどはぐれちゃって、あ僕普通にラボ行きましたね。いたね。あ、はい、そうなんや。うん、いた。そこで見失ってあどうしようと思いながら南下して。オフィスの上をぐるっと回って右から心電図見ようと思って行ったらもう死んでたっていう流れやね。ファンキーは停電とかの下りの間ファントは富士で基本的に動いてた時間が長かったのでほうほうそこはやれるタイミングは全くないと言えます。いついたっけ。俺富士とは途中からずっと一緒にいたのよ。あの、うん、スペシメンルームが俺はラストタスクでくっつってたなと思って、はいはいはい、あじゃあ、はい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 、次ついていくわ、うん、あ俺もうメモリ一つ分やねタスクが。そうはね、そうだね、確かにタスクがもうあと一個やね。俺はあと一個。じゃあつらなくていいか。わしの姿見えファン君ね。エレクトリカルにいたのは知ってる。いたっけ。いたね。いた、うん、知ってる。いた俺は、うん、富士ひらく見失ってオフィスに戻る南下してる時に、ファンキーさんは見たやんね、うん、うん、えあのさコミュニケーションとストレージの間の場所、トーポン富士はラボで会いましたね。あったあった、通報来る前に、うん、ちなみにさっきの議論でさリアクター左右って誰がどう直してた、うん、俺だいぶ遅れてんけどリアクター左ヒラが直して帰ってくるのとあったあった、うんうん、俺と左、僕は本当にリアクター左に、うん、俺多分ねヒラがね一人やったと思うリアクターは、うん、あれ、うん、で俺とファンキー君が右だよ。ファンキー君とあファンキー君左の方確認しに来なかった、多分すれ違ったと思うんだけど死に行ったで、うんうん、右に俺いた、うん、わしいたよね。いた。ごめん直したんじゃなくてすれ違った。あってことね。あんだごめんごめん、うんうん、ごめんね、うんうん、まあ、とりあえず俺ファントアポンついていくわ。はい、俺あとスペシメンルームで最後です。はい、はい、ウェポンとアドミンの間の外のやつがラスト。誰か入れてるんだ。なんで俺入れてんの。なんで俺入れてんの。誰支援やもん。おいおいおいマジか。個人的なやつだ。強い恨み。俺に何羨ましいことある。嫉妬の話じゃないよ。あとアポンついてくよ。うん、まあ信用していいのかな。待って、この二人とかありえる。いやでもやんないよな、さすがに。一緒にいるって、うん、俺が死んだら絶対トアポン釣られるから。ラヒーもあったのか。であと少しだよね、これ終わるな。インポスター二人残ってるけど終わる気がする。オッケーオッケー。で停電起きたと。
はいはいはい。入ろう。で、これもインポスター急いでキルしたいとこだよな。うん。あと誰が何個だ。え？トアポン？あ、こっちにあるのかな。はい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 。治らないな。行く？怖いね。あ、ファンクいた。ユゲッポが死んで。はいはい、もしもし。わ、また一人ずつか。危ない危ない危ない。危ない、もうやばいよ。危ないよ。これは、釣ります今日。フジとトワポンとヒラは童話がいても無理です。そう。ちなみに場所はどこですか？オフィスとウェポンの間の外。フィスとウェポンの間の外。ああ、なるほど、うん。じゃあもうこの3人は絶対ない。もうファンキーさんやと思うわ。もう外。お、それはどうしてまた。最初俺が言ってたとこを直してた時に、うん、ファンキーさん、ユゲさん、課長と俺がおって、うん、で、俺タスク全部終わりましたの舞を踊ってたんやけど。あれそうや。そう、やったんやけど、ラボの方にその継続続きのタスクがあったことを忘れてて、うんうん、でそれやりに行って。で、うん、でそしたらもう停電起こったから、うん、あこれ怖いぞと思ってバイタル見に行って、うん、そしたら湯気さん死んでて、うん、で誰かし、停電直してくれたらボタン押そうかなと思ってたんやけどこれやっぱ直しに行かなあかんかなって外に出たらリポートが反応して湯気さんの死体があった。なるほど、なるほど。その時間でだって俺覗いて他3人一緒にいたんでしょ、うん、ファンキーさんでしょ、うんで、はけて僕孤立してたから、もし釣らなきゃで釣るんだったら釣るしかないってなった時に少なくともローラーじゃないと終わるんですよ。僕孤立しててしろっていうことしか言えないんで。で、ここでまずここで俺はインポスターやったら絶対報告せえへんからね。そうね、うん、確かに、うん、確かにそのメリットはない、うん、ファンキー的にそのローラーするんやったらなんかトシちゃん俺みたいになってるよね。え、どう、僕の視点としてはそう映ってるとしかないので、うん、それはご理解いただいた上で議論進めたいんですけど、ファンキーさん最後なんでファンキーさん最後なんでラボ入ってきたんですか。あまりに誰も来えへんから何してんのって思ってで直しに行けよ停電中やったいいんだよ直していいんだよ、うん、なんで停電を直しに行かないんですか。じゃあそれさ入ってきたんやんだってラボに左から。僕もそれ思ったんですよ。だからなんでって思ってでパッて見に行ったらトワホジが来たからどういうことって言ったのよ。いや直しに行けばいいじゃん。何言ってんの。口調わかんない。口調だけ、口調だけやねこの人。もうご理解だしていただきたいわ。そろそろやけど都市蔵理論発動していいか。いや遅い遅い、もうちょっと早せな。ちょっと遅かったか。でも、もうあとタスクでいいんじゃない。もうすぐですよ、ね、タスクで俺は完全に終わったよ。僕も終わりました。はい、だけど直しに行かないと。そうね、コンサーに大丈夫そうだな。で、都市蔵さんもあの証言的にも絶対白いな。だからもう、え、ピラノさん、ピラノさんそんな感じなかったけど、あ、終わった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。誰や。あ、ピラノさんか。ピラノさん。あ、マジか。いや、だからさ、最後ね、俺ほんま挟まれて2人に。あ、そうやったんか。そうそう、ピラノ、俺ちょっと待って言ってた。マップの立ち回りがね、これまだ僕理解できてないわ、ここ、うん、ファンキーさ、議論クルーメイトうまいのにインポスターそんなにやんね。直ディスリやんか。道中からもうほんまペテン師やったもんな。